聖歌隊は、教会、礼拝堂やキリスト教系の学校の中にあって、教会の礼拝やミサ、特に復活祭やクリスマス関係の行事や、結婚式、商店式などにおいて、賛美曲、聖歌、賛美歌を歌い、神の愛と栄光を称える合唱団のこと。教会の聖歌隊であれば、隊員は、信者でその教会の教会員であるのが、一般的である。 日本の大学の聖火隊としては、青山学院大学、東北学院大学、上智大学、立教大学、関西学院大学、西南学院大学などの聖火隊がよく知られている。中等教育の聖火隊としては、広島三育学院高等学校、沖縄三育中学校、広島三育学院中学校、三育学院中学校などが有名である。 中でも広島産育学院高等学校の聖火隊は隊員が100名を超える国内最大規模の聖火隊である。キャンパス内の礼拝堂の所属聖火隊の場合はカタカナ表記でチャペルクワイアと言ったりする場合もある。聖火隊は活動の内容から貧困法制な生活態度が求められ、そのような真面目な行いの少年を皮肉を込めてクワイアボーイズという言い方をすることもある。 映画、クワイヤーボーイズは、自ら少年生活隊と自称するものの、その正反対の破天荒な言動と、卑怯な振る舞いのロスの警官たちのコメディ映画であった。著名なクラシックの音楽家や福音歌手の中には、子供時代生活隊の一員として、音楽の処方を身につけたという人も、少なくない。ありがとうございます。